2022年8月14日日曜日夜10時よりアベマにて配信されるオリジナル恋愛番組シリーズの最新作、狼ちゃんと狼くんには騙されない。この度第1話の場面写真と先行映像が公開となった。動画、狼ちゃんと狼くんには騙されない。先行映像、この度放送が決定した、狼ちゃんと狼くんには騙されない、は、オリジナル恋愛番組、狼、シリーズの最新作。狼ちゃんと狼くんには騙されない、では、10人の男女がデートや共同作業を通して、最高の恋を叶えようと奮闘する。ただしメンバーの中には、恋をしようとしない、嘘つき、狼ちゃんが女性側に一人以上、そして、嘘つき、狼くんが男性側に一人以上潜んでおり、男女どちらにも、狼、ファイルシーズンは、狼、シリーズ放送開始以来、史上初となる。〇〇、今シーズンのメンバーには、SNS の総フォロワー数200万人超えのインフルエンサーで、異世界居酒屋、ノブ、シーズン2から魔女と大司教編、ワウワウ、等のドラマや映画にも多数出演し、女優としても活躍の幅広げている三原羽衣や、ロシアの名門バレエ学校に留学し、様々なコンクールでの受賞経験があるバレエ歴17年のバレリーナ、コーズル等は、さらには対戦カードに大きな注目を集めた格闘技イベント、ザマッチ2022にて、オープニングファイトで見事勝利を飾った次世代を担う無敗の現役高校生 K-1 ファイター、大久保龍唯や、メンズノンノー、専属モデルで、劇団番長ボーイズネクストの舞台や、CM、ドラマなどに出演し、俳優としても活躍中の高橋理央など、注目の美男美女が勢揃い。番組公式 YouTube チャンネルにて公開された第1話の先行映像では、男性メンバーと女性メンバーが出会い、お互いの第一印象を聞く場面や、海辺で語り合う様子などが映し出される。女性メンバー最年長でモデルの7、2の7は、ちょっとドキドキしている人いるの、と打ち明けたり、雑誌、セブンティーン、専属モデルのしおり、加藤しおりは、キャップに惚れました、と、ある男性メンバーへ思いを伝えるなど、第1話から早くも恋心が大きく動き出す。